を引きつける。よし、金貨を戻そう。どういうことだ？ああ、そうか、ジャックは金貨じゃなくて怪物に呪われたからだね。冴えないね。ジャック、大丈夫、あいつを倒せば解決だよ。金貨を戻せ。
よかったな。それはどうかな。ソラ、ご苦労。あいつは何なんだ？心を集めてるんだ。あいつらはハートレスを世界にばらまく。俺たちはハートレスを倒す。奴らは心を集める。このままじゃ同じことの繰り返しさ。どうするんだ？あいつらの本拠地を見つけてまとめて倒すしかない。俺は大抵のことなら知ってるが、そいつは聞いたことがねえな。何かできることはあるかい？何でも言ってちょうだい。あるぜ。13機関だのハートレスだのはここにはいらないってことだ。奴らがいると海賊の立場がない。それで人が変わったみたいにポートロイヤルを救いに行くなんて言ってたのね。損得抜きで戦う海賊なんてどこにもいない。かっこよかったのに、まるで正義の味方みたいでさ。さて、この件の報酬の話だ。え？あのことね。ソラが持ってる剣が欲しい。いいよ。こんなに簡単に差し出すってことは裏があるな。ほらな。ジャックにはこの船があるだろ。そうだな。いつか手下どもを引き連れてその剣を奪いに行ってやる。その頃には俺にも使えるようになってるさ。その時はお前ら手下になれ。それが今回の報酬だ。いいわ。ギブレード、ジャックならいつか使えるかもね。どうして？ジャックとソラがなんとなく似てるからかな。まさか。史上最悪の海賊、キャプテン・ジャック・スパローって人は言うけど。誰が言ったのかしらね。ああ、最高の海賊だ。また会いたいな。